第37回桐蔭招待 U-11 サッカー大会は、少年サッカーの技術向上とチーム同士の交流を目的に、桐蔭サッカークラブが毎年この時期に開催しているもので、今年は県内から8チームが参加しました。大会は城山小学校を舞台にトーナメント方式で行われ、大会のホストチームである桐蔭サッカークラブは1回戦で伊賀市の河合サッカースポーツ少年団と対戦しました。前半は白のユニフォーム河合サッカースポーツ少年団ボールでキックオフ、青のユニフォームの桐蔭は先制点を奪おうと積極的な攻撃を見せますが、なかなかリズムがつかめず得点を決めることができません。一進一退の攻防が続く中、前半12分には相手のゴールキックからボールを奪い、うまくパスをつないでシュートを放ちますが、これは惜しくも枠を捉えることができずゴールとはなりません。その後も両チームともに得点を挙げることができず、0対0のまま前半を折り返します。後半に入っても桐蔭はなんとか先制点を挙げようと開始直後から果敢に攻めます。後半4分、サイドから前線へのパスを通すと、サイドからのクロスにヘディングで合わせシュート、これがゴール左端に決まり、桐蔭待望の先制点を挙げます。これで勢いがついた桐蔭は追加点を奪おうと何度もチャンスを作り、相手ゴールに迫ります。すると後半12分、桐蔭は試合終了間際にコーナーキックのチャンスを得ると、これを見事なヘディングで押し込み、ダメ押しの1点で試合を決定づけます。試合はそのまま桐蔭が2対0で勝利し、初戦を見事な勝利で飾りました。